ここは安全ですからゆっくりくつろいでください。時間を気にする必要もありません。この箱舟では時間の流れが止まっているんです。偉大なる神の力か。この場の時間は止められても世界の終わりは止められないんだな。はい、終末は神の定めです。およそ13日後に神が目覚める予定ですが、おそらくその日を待たずあと数日で世界は滅びます。終末が早まるというのか。この世はあまりに衰えています。神が現れる前に世界の寿命が尽きそうなんです。もしそうなれば全ての魂は救われません。どうにかして世界の死を遅らせる必要があります。よく聞いてください。あなたには特別な力があります。その力とは気力。解放者の命の輝きとも言うべき恵みの力です。いいですか、ライトさん。あなたの気力を捧げれば世界に活力が恵まれる。滅びを遅らせることができるんです。だがそうやって世界の死を遅らせても結局13日後には神は目覚め、この世は終わるのだろう。どうせ滅ぶなら気力で時間稼ぎなどせず、神がさっさと目覚めるのを待ってもいいはずだな。もしそんなことになったら、運命の第13日を待たずに世界が力尽きてしまったら、神はあなたが失敗したとみなすでしょう。あなたとの約束も守るとは思いません。なるほどな。13日まで持たせないとセラを救えないわけだ。セラさんばかりでなく人類そのものが見捨てられます。だからこそ気力を高めることが大切なんです。気力を得る方法、それは人々の魂を解放することです。魂を解き放つ解放者の使命だな。そうです。スノーの変貌を思い出してください。この滅びゆく世界には絶望に囚われた人や心の闇に縛られた人がたくさんいるんです。そんな人たちに手を差し伸べて魂の呪縛を断ち切ってください。そうすれば彼らの魂は解放されて新しい世界に生まれ変われるし、ライトさんの気力も高まります。魂の解放か。世界の終わりまでに一人でも多く救うことが解放者の使命なんだな。それはゴーマの書という魔法の書物です。ライトさんの記憶をもとに一度退治した敵との戦いを再現してくれます。踊らせてやる。はっ。
能性は潰せない。レクチャーは終了です。いつ地上に向かっても大丈夫です。ただし毎朝6時にはここに帰ってきてください。解放者には門限があるのか。ちゃんと理由があるんです。その時間にまた説明しますよ。地上に降りるには転送陣を使います。そこにある転送陣の前に立ってみてください。その転送陣を使うと地上への転送魔法が発動します。スノーが気になる。あいつの宮殿に向かおう。それなんですが、違う町に行ってみませんか。スノーを放っておくのか。地上ではあれから時間が経ってないんです。宮殿はまだ限界態勢でスノーとの接触はほぼ不可能でしょう。ほとぼりを冷ませということか。それではルクセリオという町に転送します。この世界の中心といえる都市です。ライトさんを列車の中に転送します。列車の中に転送するので駅に着いたら降りてください。駅前で事件が起きているようです。分かった、送ってくれ。冷静ですね。未知の世界に放り込まれるのにやっぱり大胆不敵だな。大胆というか何も感じない。迷いも恐れも切り取られたようだ。無理は禁物ですよ。では行きましょう。光と祈りの町ルクセリオ、人々に救いをもたらす教えの都。この世をかろうじて保つ秩序の拠り所ですね。ルクセリオの社会は神への信仰を中心に回っています。町を治めるのは万能の神ブーニベルゼを崇める教団救世院。神の救いを歌う救世院の教えが人々の心を照らす希望の光となっているんです。ただこの町には神の意向が届かない影があるようです。神に背く異端の者がうごめく闇が。また女だってさ。怖い。異端の奴らの仕業だろう。神の都で血の匂いとはな。単なる事故じゃありませんね。殺されて捨てられた。ライトさん、
要ない、人形だ。ホープ、落としたやつを見たか？周辺に不審なものは？ダメです、痕跡ありません。影も形も、一体誰が、いつの間に。どうやら人ごとでは済まない。コート・ルクセリオか。光の都だからこそ、かえって影は濃いらしい。解決を急がねばならぬ。神の恵み厚きはずのこの都で、罪なき女性が3日続けて殺されたのだ。人々はおののき、信仰が揺らいでいる。何か情報があれば、ぜひ私まで知らせてほしい。犠牲者には明らかな共通点があってな。3人ともバラ色の髪をしている。そう、まさにあなたのような。あなたも標的とされるかもしれん。くれぐれも気をつけるのだな。まず遺体で見つかったのは、次の生死と健康上の理由から。苦しみに囚われた人の魂を解き放つ、それが解放者です。ライトさんと心でつながることで、魂は救済に導かれます。遅いですね。ひょっとして何かあったのでは。嫌な予感が。どうした、例の事件の関係か？いえ、関係あるかはわからないのですが、実は交代の時間になっても同僚が来ないのです。事件に巻き込まれたんじゃないかと心配で。同僚ということは駅員だな。ええ、お調子者ですが臆病なやつでしてね。名前はホムスと言います。もし見かけたら、ソートンが心配していたと伝えてください。分かった、ホムスという駅員を見かけたらお前の話を伝えておこう。お前は駅の職員だろう。同僚が心配していたが。同僚？ああ、もう交代の時間でしたか。でも今はそれどころじゃ。実は俺、見てしまったんですよ。時計塔に人形を吊るした連中を。そいつらが潜んでるかと思うと怖くて仕事なんか行けませんよ。犯人を見たのか？詳しい話を聞かせてくれ。俺を駅までガードしてくれたら話します。ここで言うのはちょっと、誰に聞かれてるか分かったもんじゃない。救世院からのお知らせです。ただいま治安維持令に基づき、北駅の周辺を封鎖いたしました。指定区画への出入りは原則として禁止されます。繰り返します。北駅の周辺を封鎖しました。皆様のご協力をお願い申し上げます。救世院が運営する鉄道の駅です。人々を乗せるだけでなく、ユスナーンで生産される物資も運ぶこの世界の大動脈ですね。さまざまな人が利用する駅です。乗客、ホームス、無事だったんだな。気になって仕事も手につかなかったぞ。すみません先輩、
事件に出くわしてすっかり怖くなっちゃって。でも言い訳ですね、仕事を投げ出すなんて俺最低です。いや、君が無事ならそれでいい。実は昔後輩が魔物に襲われて亡くなったことがあってな、君がなかなか姿を見せないからその時のことを思い出して余計な不安を募らせてしまった。そんなことがあったんですか。何も知らなくて心配かけてました。わかりました、俺これからは絶対遅刻しません。もし俺が遅れると先輩が辛労でどうかなっちゃいますもんね。互いを思いやる心に魂の平安を。約束通り俺が見たことを話します。時計塔から人形を吊るしたのは混沌の女神エトロを崇める女神の信徒たちです。事件を調べる審問官に伝えようと思ったんですが、犯人に目をつけられそうで話せなくて。貴重な証言でしたね。審問官も興味を示すと思いますよ。島なる解放者を闇の狩人が殺すだろう。気になる言葉です。闇の狩人の名前は以前宿泊されたお客様から聞いたことがあります。何でも女神エトロを奉じる狂信者の親玉だとか。ただ本当の正体はよくわからないんですよ。一連の事件は死の女神エトロを信じる異端どもが犯人と考えるのが自然でしょうね。闇の狩人とやらが裏で糸を引いているのでしょうか。審問官に伝えるべき有力な情報だと思います。もう少しこういう話を集めましょう。いや、これは物騒なことになりましたね。闇の狩人が解放者を殺すだろうって言葉、まるで予言みたいにも読めませんか。噂では女神の信徒たちは予言の書というものをとて見れば未来を知ることができる不思議な物体だとか。なん、異端の信じる予言、どんな内容かは見当もつきませんが。捜査の手がかりになりそうな話ですね。この調子で聞き込みを続けましょう。この方がいなかったら異端への弾圧。ああ、行った行った。待て、待ってくれ。俺は闇の狩人のことなんか何も知らない。闇の狩人がどうかしたのか、犯人に関わりがあるようだ。なんだ、闇の狩人を知らないのか。ルクセリオの影の主、暗黒街に語り継がれる男さ。まあ実は会ったことはねえんだけど、俺闇の狩人とマブダチだって周りに言いふらしちゃってさ。そこへ来てこんな事件だよ。解放者を殺すとかいう闇の狩人とマブダチだなんて嘘なのに、お上が冗談を本気にして俺を捕まえに来るかもしれないだろ。それでビクビクしてたんだ。あんたのことも役人だと思ってたよ。審問官に伝えるべき有力な情報だと思います。もう少しこういう話を集めましょう。Thank you.
近頃この辺りには人目もはばからず、女神の狂信者たち、異端の輩が集まってきます。白い装束を着た不気味な奴らです。この間は彼らが気になることを口にしていました。邪悪な解放者に死を与え、予言を果たせといった内容です。そして殺されているのは女性ばかり。彼らは解放者は女性だと信じているのでしょうか。こんな情報でも審問官に伝えた方がいいんでしょうかね。捜査の手がかりになりそうな話ですね。この調子で聞き込みを続けましょう。ここから眺めているといろんなものが見えます。例えば夜になると集まる白い服の一団、救世院に逆らう異端の徒、女神の信徒です。神に背く異端者ども、これまでは身を潜めていたのです。近頃は救世院の意向も恐れず、堂々と街中をうろつくようになりました。世界の寿命が尽きることを感じて焦っているのでしょうか。犯人は死の女神エトリの信者。目的は何なんでしょう。泳がせて探ろう。ねえお姉さん、女神を信じてる人たちってやっぱりみんな悪い奴らなのかな。あいつらこの辺りにいつも集まってるよ。白い服を着て予言がなんとかってブツブツ言ってるからすぐわかるよ。こないだは街を歩く女の人をじっと見てたよ。次に生贄にする人を探してるのかな。怖いよね。後をつけて目的地を突き止める。審問官に話をつけて封鎖を解除させよう。それは犯人が吊るした人形だ。大事な証拠であるから手を触れぬように。被害に遭った女性は人形と同じバラ色の髪をしていた。横島なる解放者とはすなわちバラ色の髪の女。犯人はそう信じているようだ。おそらくは救世院に立てつく女神の信徒どもの仕業だろうが、奴らは何を根拠にそう考えておるのやら。話をしに来たわけではあるまいな。事件に関係する話なら聞かせてもらおう。女神の信徒という連中が集まっている。区画封鎖を解除すれば奴らも動き出すはずだ。奴らを泳がせてみろ。悪くない提案だ。いいだろう。私の責任で封鎖は解除しよう。実はいくつか目撃情報が集まっていてな。例の人形を吊るしたのは女神エトロの信者ども。そうだな。おお、そこまで知っていたか。近頃は聖なる都の中枢でも奴ら異端がのさばるようになった。あの愚か者どもは神の救いを信じておらん。それゆえ絶望しこのような事件を引き起こすのだ。哀れな者たちよ。輝ける神ブーニベルゼの恩寵を信じてひたむきに歩めば魂は解放され救われるというのになぜわからないのだ。皮肉なことだが、奴らが解放者を否定したことで神を信じる私の思いはかえって深まった。あるいはこれもまた解放者の導きかもしれんな。信じることで救われるなら信じたいように信じればいい。現時点で解除されました。ご協力ライトさん、
ありがとうございました。解放者には聖なる力があります。気の流れに干渉することさえできるんです。時間を操れるというのか。ええ、クロノスタシスという魔法で時の流れを遅くすることができます。神の領域から力を引き出す一種の奇跡ですね。ですから何度でも使えるわけではありません。ここぞという時に使って